駅にある数ある話し方を考えている、歩み寄る今日、何もない昨日、これから考える、考える、考える必要はない、言葉を数はかり、いくつもの思い出まで、明日への思いが今から始まる、原作だって思いはない、天才の手がわからない人生、そういうもの、何もかも怪しいもの、その先へ行くもの、明日は欲しいもの、それはさっき言った同じことが同じように書かれる社会も、いつか見かけた先生様の思い、できなかった思い、だからできるまでの思い、それからそれが思い出の思い、最後の三段、いくら考えてもどうしようもないこと、考えてる考えない思いは広がりだし、どうしようもなく何にもなり変えないほどの思いがある、かなりの空白の世界を埋めるため、救うほどのものはできないんだ、ネタにも慣れてきた、それに気づくことはできそうか、今その三段が張っている、何でも感じるのが、何のものにもならないこと、全ては明日のことなのかもしれない、難しいこともそうでないことも、全てのことはもっと明らかに、この空想劇を繋いで、来週はもう